「新平家物語第」第六百四十五回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です。青春。 厄殺「いつまでも義経は柱に背を持たせ一人思い一人なだめている風だった。夜の酒盛には一同へ自分の腹をしかと言っておかねばならずそれには彼自身まず心の処理を取っておかねばなるまい。がようても浮かない義経の様子に静かは腫れ物へ触るようにもう。 おは晩もあるやめておこうではその間に北の御方へもちょっとご無事をお見せしてあげてはいかがでございましょうか百合野から催促かご催促でもございませんが二度ほど目のとの佐山という老女がご様子を伺いに行くまい今は行く気になれぬでも静か」。 義理立てすなわしの気が進まぬだけだがおかわいそうでなりません百合の画家はい何もご存じなく鎌倉殿のご元命で関東からお越し入れ遊ばした年葉もゆかぬ御こ所様もうさばお気の毒ないけにえでございますせめて殿のお情けだけがお力でございましょうに嫌だ 今は顔を見る気にもなれぬ。あれも哀れとは思うが、百合野を見ればその後ろに、いやおうなき押しつけ妻をこの義経へ押しつけた鎌倉殿夫妻の顔が浮かんでくる。しかもあの川越殿の娘は、義経の私事までいちいち鎌倉へ報告する役を言いつけられておる。いわば官庁も同じものなのだ。百合野はただの人形にすぎない。 だがあれのめのとやらつけ人の江戸十郎とやらおぶすまの源氏など皆油断のならぬくせ者ぞ。もうよせ百合野の,の話は。申し訳ございませんせっかくのおりを。<laughs> 酒がない静観酒がないぞ。晩もあることゆえ酒はいらぬと今言ったばかりである。義経はそれを忘れてしまっている。 彼はまた手早く杯,を取り幾杯となく酔いを負った没然と本来の激血が彼のどこかでうずき出しているらしい腰越え以来あらゆる人獣に耐え嫌い早々の浮き目や侮辱にも彼は我慢の歯の根を噛んだすべての妙理を捨てきればよいただ静かと二人で暮らしうればとつつましい願いに暴れる心を抑えたのである だが、公的な不平はなお忍び得ても、頼朝夫妻の政略による押し付け妻のゆりのやら、付け人どもの存在を考え出すともうどうにもならなかった。悲憤の火炎が彼の心象をにわかに苦しく包んでしまう。自分の青春すらもすでに自分のものではない。盗まれていたと彼は気づく。 兄の頼朝夫妻は、一個の弟の生涯の妻や私生活までを政略の愚に供して帰り見もしない。外には鎌倉の王をかけ、内には鎌倉の寝た場を忍ばせ、義経の喉を訳しているのだ。彼のつつましやかな願いすら、おぼつかないと絶望せずにいられなかった。 一切の妙理を捨て都の片隅に隠れてもそれも義経の不平と見られ義経がいつ謀反をたくむかと鎌倉の遮は目を離すまい百合野やその付け人らも離れまいどうして静かと二人だけの煩いなき環境などが許されよう当然鎌倉に縁を含む家来どももおとなしくはしていまいはあ残念 坂も噛み砕きたい衝動が彼の唇を稲妻のように震わせた。都の屋根の果ての空に、比叡や使名が竹が見える。暮れ残っている。義経はふと遠い山並みへ思いを馳せた。もう一度蔵間へ入ろうか。そして同志の教えにすがろうか。いやいや、静かは捨てられぬ。 とずたずたな苦悶はその迷いをさんとして彼の表へにじませた。すると突然、ずズっと大地の揺れ上がるような衝動が体を突き抜けた。はっとする間に静香は彼へすがりつき、彼の膝へその黒髪を投げかけていた。ないだ。驚くことはない。またしても。と静香は白く汗た顔をそっと上げて、この頃は日に何度のないかわかりませぬ。 そのように都ではたびたびか小さい苗でも生まれつきでしょうかすぐ肝消えいるほど恐ろしゅうてなりませぬ何せただならぬようだ知人天神が怒りを振るうも断りないではないお互い人間どものこの醜さを見ては言いかけて義経は急に静かの体を自分の膝から突き放したそして誰だそこにおるのと ローの角へ向かってそこに佇たずんでいた人影を叱った「<laughs> 許され許されわしじゃ新宮十郎雪家じゃよおじこですかうちはもう同じおじにせよかかるおひそやかなところへはないも待たず通って悪かったのいやいや最前三条口にてお出迎えを賜ったおり館にてお待ちすると訳してお別れ申したことでもあれば」 で早速通ってきたわけじゃよ。ところがご家臣一同との異老の酒盛りがあるとのこと。ならば幸家もその席へ混じって久しぶりお物語などを伺おうかと一室に控えおるうち院いいのお使いじゃすぐまかれとのにわかなお召しでのう。 おそれは言いにくな。じゃあせっかく来たものゆえ一目を会いせねばと存じて取り次ぎを求めたが大侍も小侍も野縁の支度で忙しげに見える。まあまあよおじおいの中堅苦しい義もいるまいかとこなたへ渡りをつい一人歩いてきたというわけじゃ。したが折り伏し一通りが悪かったかな。静か殿と楽しげにささめかれていたらしいのに。 何の静香は今の苗に驚いてわしにすがっていたまでのことまた苗があったか俺は気づかなんだいやいや苗どころではない法官殿この旅はよくぞこらえて関東から戻られたのうでにおじごのお耳にも。 白井でか陰獣や世情一般隠れもない鳥沙汰じゃ印には底本の心をおさしあって方眼こそ気の毒なと深くご同情あらせられておるがだがの方眼殿十郎雪家は左の足を横へ投げやるような格好をして行儀悪くペタと座った左の足が自由に折れないからである 少し身を崩し気味に片手を下に仕えそのよなれた風貌をぐっと寄せて「正直な話世上ではそこもとの健常なお心などをうかがい知る者などほとんどあるまい」「表面だけを見結果だけでうなずくのがまあおおむね世間というものじゃ既にあるものは申しておる」 やはり方眼殿も鎌倉殿の大工の駒引き西国での働きも鎌倉の意向と梶原南殿の戦なれた駆け引きがあったればこそ方眼殿は名ばかりの飾りであったものと見えるとそこらはまだいい方での中には 宇治川一の谷以来あれほどな選考をあげながらご感動を受け所領まで召し上げられたのは何か法官殿にも容易ならぬ落ち度か悪行があったに違いないさもなくば法官殿はバカ者かなどと、えー、そうそうそうにわかに見景色を変えられな人は言いたいことを言うありのままを告げるまでじゃただわしにしても口惜しいぞ 鎌倉殿の告白は身にも覚えのあることながら、雪家は瓶を震わせてさん然となかんばかり首を垂れた。声に主張があった。叔父の義憤に義経の胸も震えた。いや,いや、やめよ年がいもなくつまらぬことを言い出したものよ。へへへどの、殿、足を思うな。 相手が悲痛な色に沈むのを見ると幸家はわざと反対な表情を作って「つい話も後先になったが」と別な方へ気をそらせたそしてこの春八島攻めの前に紀州の田辺の鍛造をめぐって義経の家臣と秘策の同士討ちをやって失敗したことなど笑い話に持ち出して「 田辺以来どうこの雪家はそこもとのご家来たちには嫌われ者らしいがなどとも言ったしかし常に院のご指紋にも預かる身ゆえ義経が再生中はずいぶん影の助力はしてきたつもりだがというような意味も義経に分かってもらいたいらしかっただがちょうどその時橋廊下の係り口まで弁慶と伊勢の三郎が迎えに見えて はや一度打ち揃うてお待ち申しおりまする」とあったので義経は「ではおじごいずれまた」とそこを立った。雪家も慌てて不自由な足を立てながら「うそうだのぜひおりを見てまたしみじみと話したいものじゃあいにくにわかないんのお召し」とまお「と義経とともに渡りを越え彼はそこから西の牢を外回りして洗剤の方へ出ていった。 弁慶はジロと振り向いていてた後ろ姿だったが歩くたびに左の肩をひょこひょこ落としていく雪家の影は雪家とすぐわかる「はてあのびっとのはいつの間に」と彼も伊勢の三郎も目を見合わせたことだった目の内でもう警戒を言い合わせていた 武家屋敷にはある武者だまりをいくつも抜いて一つの大床としたところにその世直進の面々ばかり四五十人は集まったことごとく義経と遠征の苦を共にしたものばかりであるいや鞍馬や武蔵野の放浪以来他実を誓ってきた文字通りな孤高の心も少なくない 対それらの友柄に今日何をもって報いたらいいのか慰めてやる何があるのか義経は空爆とした気持ちのままで恥ずかしい上座に座ったしかし義経を見る彼らの目も義経の苦境はわかっている何を求める目でもないむしろ痛ましげに衆の姿を見迎え同時に無数の背が手をついてかがまった 再生のことも終わった。院前を恥ずかしめるなく、幸いにも平家を滅ぼし得たは、ひとえに御変たちの働きによること。義経は声が詰まった。つらさが先に立ち、声がかすれ、途切れ途切れに語が震えた。が、今。何をもって御変らに報うべきか。 義経つねは途方にくれる。わしが至らぬため、身ふつつかなため、鎌倉殿の五感気も解けず、お主らの甲に分け与える何者もない。しばし唇を噛んだままだった。縫われたように唇を解くのに努力がいった。許してくれ。わしは、 人の主となる器量でないものだったのを今知ったそれが人をしてしなしめる指揮を取ったかと思えばどう詫びても詫びたらぬ大勢の背はかすかなおえつを忍ばせていた義経は次の言葉が見つからない一つ一つの家臣のせい、言い切れない万感が湧くのみであった 許してつたなき主を持った者と諦めて、もう一度そう浴びて、あとは多言を省き、最後の一号一気に行ってのけた。義経、出家はせねど、今日以後、部門から身を引く所存ぞ、明日にもあれ、院の身わえまかり、愚存を信じて下官の見許しを仰ごうと思う。 瞬間、家臣たちは呆然とした。愕然と言った方が良い。 しかし、一人の者の激怒をきっかけに、それは騒然たる様相に変わった。すると、もう収拾つかない感情が座を波打っていた。鎌倉への奮撃や義経へ対して思いとどまってくれという子供のような訴えであった。燃えたがっていた者へ火を与えたようなものである。我から言い出したことながら、のびのクルーに似た者どもの摂氏や通類の訴えを、義経も熱いまぶたでしばしば たただ見ているしかなかなったがこの有様をしごく冷ややかな目で眺めていたものもないではないそれは北の方の川越殿について関東から来ている目のとだのほか二三の特殊な家臣たちだった。<music> よろしければ、いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。